よしよし、トマです。ついについにトマヤンバスケブランド完成いたしました。よいしょー。いやー、長かったー。このトマヤンバスケブランドアンダーソンの制作に半年間ぐらいかかりました。本当に大変でした。ってことで、SNS チェックしてくれてる方はわかると思うんですけども、トマヤンのバスケブランドアンダーソンが、明日発売になるので、ぜひぜひね、皆さんチェックしてみてください。今回はね、そのアンダーソンの名前の由来とか、商品紹介、商品についてね、いろいろやっぱこだわりを持ってめちゃめちゃ作ったんで、まあそれがあったからちょっと制作期間が長くなっちゃったっていうのがあるんで、その辺をね、ちょっと紹介するんで、だいぶ喋っちゃうかなと思うんですけども、皆さん覚悟しておいてください。じゃあ早速やっていきましょう。ゴーファイ。はい、まずアンダーソンの名前の由来なんですけども、NBA 選手のアレン・アイバーソンがめちゃくちゃ好きなんですよ。だから、アイバーソンの名前をもじってアンダーソンになったっていうのも一つなんですけども、これもう一つ理由がありまして、アンドパーソン、アンドパーソンっていう文字を合体させてアンダーソンなんですけども、パーソンどういう意味かと言いますと、人と身なり、バスケと日常かけて、バスケでも使えるし日常でもおしゃれに着こなせるよねっていうブランドにしたいという願いを込めてアンダーソンに決定いたしました。この名前を付けるのにもだいぶ時間かかりました。本当に1ヶ月ぐらい僕悩んでアンダーソンという名前にしたんですけども、まあそういう意味が込められてこのアンダーソンという名前になりました。はい、じゃあ今からね、早速商品の方を説明していこうと思うんですけども、もう一回言うけど、めちゃくちゃこだわりました。僕本当に細かくて、ブランドを作ったりっていうのすごいやっぱ夢やったんで、もう作るからにはもうめちゃくちゃいいもの作ったろうと思って、やっぱ自分が着たい服、自信を持って綺麗な服を作ろうっていうのを第一にめちゃくちゃこだわって作ったんで、いろいろもう熱くなっていっぱい喋っちゃうかもしれないんですけど、ちょっと皆さん最後まで見てください。はい、ということで、まずな、じゃあ何から紹介しようかな。じゃあこれからいきます。ドン、これ何って話なんですけども、これバッシュケースなんですけども、皆さんが商品を買っていただいて、届く際にこのバッシュケースで送られてきます。包装がね、バッシュケースになってます。これなんでバッシュケースかと言いますと、これもね、意味あるんですよ、ちゃんと。僕はね、このアンダーソンっていうブランドで最終的にバッシュを作りたい、バッシュを作りたいんですよ。けどね、バッシュを作るってめちゃくちゃ難しい。どれぐらい難しいかっていうと、僕が今からNBA 選手になるぐらい難しいのかもしれん。いや、ちょっと思ったかも。けど、まあまあ、だいぶ難しいんですよ。だいぶ難しいんですけども、バッシュを作りたいんですよね、最終的に。バッシュケース、包装にした意味は、最終的にね、この中にバッシュケースが入ったらだいぶ夢があるなっていうので、包装をバッシュケースにいたしました。バッシュケースめっちゃテンション上がるよね。バッシュ買った時のこのバッシュケースを開ける時、めちゃくちゃテンション上がったなーっていうのあったんで、無理言って、作っていただきました。じゃあね、早速このバッシュケース開けていきます。いきます。ドドドドドーンってことで、まずここにね、僕からもこうメッセージ入ってます。 Me アンダーソン、私とアンダーソン、アンダーソンがあなたの日常の一部になりますように、共にファッション遊びこなそうということで、ブランドへの思いをここに書きました。めちゃくちゃかっこいい、かっこよくない？ってことで中身、じゃあ見ていきます。じゃあ何から説明しよっかな。じゃあ T シャツからいきますか。この T シャツ、あ、そうや、俺 T シャツ着てんねん。2色展開になってまして、このベージュのベースにアンダーソンの、これ刺繍なんですよ、刺繍の文字が入ってるっていうやつなんですけども、これと、はい、こちらアンダーソンの白の方なんですけども、これは白 T に黒の刺繍の T シャツになっております。はい、こちら白 T です。タグもね、ちゃんとアンダーソンのタグが入っててめちゃめちゃ可愛いです。サイズはフリーなんですけども、フリーサイズで僕が着てるこのサイズになりますね。でね、これね、なんで僕このオーバーサイズにしたかっていうのも理由があるんですよ。で、バスケの服って結構ね、サラサラの素材がバスケの T シャツの素材になると思うんですけども、今回皆さんがいつも着てる T シャツの素材で作ったんですよ。バスケでも使えて、普段の私生活も使えるっていうのでこの素材にしました。まあ、吸水性とかね、そういうところになるとやっぱポリエステルとかの方がいいかもしれないですけど、私服でバスケコートに行ってバスケちょっとして買えるっていう、まあそういうこう未来を描けたらなと思います。こだわりポイントもう一個あります。ここにね、ネームタグ入ってるんですよ。このネームタグちゃんとピンと合ってますか？はい、このね、オレンジのネームタグなんですけど、これもね、ちょっとワンポイントで可愛い、形もね、めちゃくちゃいい。で、喋り出すと長くなるから、じゃあ次いきますね、すいません。なんかで、値段もめっちゃ安いって、喋り出すとめっちゃ長くなるから次いきますね、すいません。次はタオルいきます。はい、タオルこちらです。タオルのポイントとしましては、まあ一つ目にやっぱここにこうネームタグが入ってるっていう、こうネームタグをね、ちょっとこう可愛いよね、ワンポイントで入ってると。
あとはサイズ感もねちょうどよくて、やっぱこうバスケに持っていくときにちょうどいいサイズかなっていうので、あとこのロゴも大きく入ってて可愛い。これもちょっとねぜひこう部活とかで使ってほしい。タオルもめちゃくちゃいいです、ぜひぜひ。ってことでじゃあ次いきますか。じゃあ次はこちらですね。これマジでおすすめ、これマジでおすすめ、トートバッグです。これトートバッグってまあ基本的にこういうやつ想像するんですけども、これ斜め掛けのトートバッグで、まあ中にこうやってね紐が入ってるんですけども、こう自分でくくっちゃってください。ここ、この穴にこうやって入れて、でここでねキュッキュッキュッとこう斜め掛けでこうですね。まずまあ日常っていう面から言いますと、日常でねやっぱ学校に行く時とか、まあ大学生だったらこう大学行く時とかもこうやって簡単に気軽にこうやって持っていけるカバンってめっちゃ便利ですし、でバスケで使える側面と言いますと、こうちょっとこうバスケで使うやつ入れて、バスケしに行く、コートにバスケしに行く。僕は基本あんまりこうバスケ行く時にリュックとか背負わなくて、僕結構もう手で持って行っちゃってたんですけども、そういう時にやっぱこうトートバッグとかこういうちょっとこうラフなカバンがあったらいいなっていうのでトートバッグ作りました。でも普段使いができるから僕マジでこれ普段から使ってます。次がラストになるんですけども、次はボールです。で、ボールを買った際に、このね、何これ、手提げっていうから、これに入って、皆さんの手元にボールは届くことになってます。これだって、こうやってバスケ行くのもいいやん。ボールケースいらずっていうか、そうそうそう。ので、作っちゃいました。めちゃくちゃいいです、これ。でね、これを開けると、パッと、中にね、ボールが入ってるんですよ。こちら、めちゃくちゃこだわったのだけ最初に言わして、半年かかってんから、これから作んのに。で、まずこの、なんかこれはなんつうんかな、ラップみたいなやつ入って届くと思います。はい、じゃあこれ開けよう。僕初めて開けんだこれ。うわテンション上がるわ。みんなもマジでワクワクして開けて、ほんまにこのテンションになるから。こちらのこだわりポイントめっちゃ喋っていい、マジでめちゃくちゃ喋っていいですか。こちらのボールのこだわりポイントなんですけども、まず色ですね。色はね、他のボールにこんな色見たことないなっていう色で作りましたので、僕結構好きなんですよこの淡い水色。水色っていう表現をしたくないんですけども、まあ水色です、簡単に言うと。まずここにね大きくアンダーソンっていうロゴが入ってます。んでこの下にもね、こう見えるかな、英語で文字入ってるんですけども、固定概念を潰して自分のスタイルを貫けっていう、いろいろ固定概念あると思うんですけども、例えばね僕自身も固定概念を潰した人間でもあって、やっぱこう今まで普通にちゃんとこうバスケしてきたけど YouTuber っていう道で、また新しいこう道を作った、なんかそういう意味でもこう固定概念を潰して自分のスタイルを貫けっていうメッセージ性を込めて、ここにちっちゃく英語で書きました。あとはね素材ですね。このバスケットボールの素材、これ結構皆さん気になってると思うんですけども、質問とかで来ました。なんかどんな素材使ってるのとか、なんかゴムボールですかとか革ですかとかいろいろ来たんですけども、このね素材選び一つでもいろんな工場から素材を取り寄せて、いやこれ違うこれ違うあれ違うこれ違うこれやって言って、僕がね今までこういろんなボール使ってきましたけども、その中でもね一番いい素材を選びました。これめちゃくちゃ使いやすい。この、使いやすさというと、どう説明したらいいか分かんないですけど、実際手に取ってみてください。めちゃくちゃ使いやすいと思います。基本的に僕はこれ中で使ってほしいんですけど、僕外でも使ってるんですけど、これ外で使ってるようと中で使ってるようあるんですけど、どっちでも使えます。がっつり革とかやったら、外で使うと革が剥がれてめっちゃツルツルになったりするじゃないですか。そういうのはしないボールです。なんでもうこのボールに関してはね、やっぱこう使いやすさ重視、デザイン重視、全てにおいてめちゃくちゃこだわり抜いて作ったんで、ぜひね手に取ってみてください。めちゃくちゃいいと思います。はい、ってことで全商品の商品紹介終わったんですけども、だいぶ喋っちゃったね。あとはこのアンダーソン、ちょっと特典がありまして、このね全商品のコンプリートセットっていうセットがあるんですよ。このセットが、全部を単品で買うよりも少しこう安く買えるっていうセットで、あとノベルティ、こうちっちゃい冊子で、もうそのノベルティにも僕のこうサインとか直筆メッセージ、直筆サインも入ってるんでね、ぜひぜひここはね多分数量限定になるんで、皆さんこうお早めにっていう感じなんですけども、プラスこのねノベルティにカードがついてきます。ここにね QR コードとパスコードが入ってまして、このパスコードを、LINE のやつで読み取ると会員制のねオープンチャットに入れます。この買ってくれた人の意見も聞きたいっていうので、この会員制のオープンチャットをね作らせていただきました。その中でちょっとこう裏話とかもできたらなと思うんで、ぜひぜひねこのノベルティと会員証に関しては数量限定なんで、ぜひぜひこうちょっとお早めに買っていただければなと思います。はい、ということで今日の動画はこれで終わりなんですけども、今回めちゃくちゃ本当にもう熱くなっていろいろ喋っちゃって、最後まで見てくださった方ありがとうございました。
ね、アンダーソンの発売日が8月14日、明日かな、多分明日になってると思います。明日発売になるんでね、ぜひぜひ、今回このまま動画を見て、まあ、多分前々から結構宣伝してるんで、前々から買いたいって言ってくれてる方すごいいてくださってありがたいんですけど、明日発売に、やっと明日発売になるんで、ぜひぜひね、気に入ってくれた方は買っていただけたらありがたいと思います。このアンダーソンの購入サイト EC サイトが、概要欄に貼ってあるのと、あと公式のインスタグラムとかもね、概要欄に貼ってるんで、ぜひチェックしてみてください。疲れた、めちゃくちゃ喋った。ってことで、また次の動画でお会いしましょう。バイビー。